閣下に来れ。父さん、早かったですね。気がついてな。心配はいりませんよ。ご覧の通り、太陽宮は完全に制圧しました。致命的な問題もいくつかあったと聞いているが。致命的とは穏やかではありませんね。不測の事態がなかったとは言いませんが、結果は出ています。完全に失敗だったのは、王子殿下とサイアリーズ様を逃がしてしまったことくらいですよ。もっとも、そのおかげでゲオルグ殿に泥をかぶってもらいましたから、悪いことばかりでもありませんし。うん、まあよい。Thank you.
姫様、少しでもいいですからお休みにならない。嫌じゃ。もし夢に母上や父上が出てきたら、わらわは泣いてしまうのじゃ。姫様、泣いてもいいんですよ。わらは泣かぬ。泣いてたまるものか。泣いたら、泣いたら負けじゃ。わらわが泣いたら、アルナの王家があやつらに負けたと認めることになってしまう。じゃから泣くわけにはいかぬ。姫様、姫様、姫様、姉上、助けて、助けて、姉上。Thank you.
こっちです。こっちってそこは行き止まりじゃないか。私の言う通りにしてください。早く。これはどうなってるんだ。祭主様もおっしゃっていたでしょう。エルフにしかわからない道だと。さあ先を急ぎましょう。
王子殿下、見つけました。王子殿下のサイアリーズ様です。間違いありません。やばい、王子逃げましょう。あ、いや、しばし、しばしお待ちを。それがしは港町エストライズの領主ボスウィルドと申す者。バーロス卿とは法友の間柄であります。僭越ながら皆様方をお助けに参りました。